6月14日、グランドソウルカフェガンズにやってくる、有歌団、天使のダミ声、木村敦貴。胸が痛い。
この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ、この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということで今日は KJ ボンさんちょっとお休みなんですけれども、はい、今日は丹月大好きさんをこよなく愛するこの方に来ていただいております。自己紹介を。どうもご無沙汰しております。準レギュラーと言っても間違いじゃないでしょうMC ブサイクでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、今日はですね、あの後からにですね MC ブサイクさんが、まあ、このカップリングで対決することはよくあるですね。そうですね、ね、はい、どういう意味でこの対決になるのか毎回わからないんですけども対決になることが多いんですよ。異種格闘技戦ですね、もう全くジャンルが違う感じなんですけどね、まあ、あのそんなイベントの告知であったりとかっていう感じで、はい、番組進めてまいりたいと思いますがですね、はい、あの一度丹月大好きさんからファックスいただきたいなと、はい、ね、MC ブサイクさん、あ、言っておきましょう。私から、はいはい、強く言っておきます。あの常々思っているんですけどもね。はい、わかりました。でも丹月大好きさんの一味がこの FM 福山レディオビンゴでちょっとねいろいろなお手伝いされたりとかね、はいはい、してたりとかするんですけどね。そうですね、はい、はい、ということで、まあ、あのお茶やお菓子好きの方はですね丹月と聞くとね、はい、ドキッとする方もおられると思いますけどね。ドキッと、もう丹月も作らなくなっていく久しく、もうそう本当そうです。もう3年ぐらいになりますか。 レアですよ、ね、はい、今でも丹月を持ってる人がいたらこれは値打ちがつきますか。あの食べ物なんでいかがなものかと思うんですけど冷凍保存的な、そう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 、ね、僕はあの丹月の、T シャツを持ってますね。あ、それ T シャツあるんですか。T シャツがあのアンディ・ウォーホール あの、はい、バナナみたいな感じの丹月の。ああ、なるほどね、全くあの味とかあの風味とは全く違う感じのテイストの、そうです、ね、T シャツに出来上がってるっていうね。まあ、あのすいません、今日はラジオの前の方ご存知ない方がたくさんおられると思うんですけど、ね、置いていきますよ、義務教育じゃないですから、あのできれば福山市丹月で、お菓子で検索していただくと、ご覧になっていただけるんじゃないかと思いますけれどもね。はい、はい、そんな感じで番組を進めてまいりたいと思います。ライブパーソナリティはガンさんとジュンと、そして MC ブサイクでございます。はい、以上のメンバーでレディオビンゴスタジオよりお届けいたします。ファックスナンバーは 0849-20-8765 0849-20-8765。 ミュージックビンゴスタートです。ジェイスコレクション、このコーナーは私シンガージュンがチョイスした懐かしい曲を立ち会うコーナーです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今週もケイウンスクさんお届けしたいと思います。ケイウンスクさんなんですが1961年ソウルの生まれでございます。はい、皆様よくご存知のあの魅惑のハスキーボイス、はい、はい、もう大好きでございました。うん、でそんなケイウンスクさんモデルとしてデビュー。あ、そっか、はい、名前がウンスクさんなんですね。ウンスクさんです。あんまりあのそういう日本の雰囲気ってやっぱりね、はい、国が違うとって感じではありますけどね。はいはい、どこで切ったらいいかわからない歌手の方も結構いらっしゃるんですよね。そうですね、うん、僕のあの生徒さんでも実名になるんで言わないですけれどもあの時々ね、はい、あのこれは大丈夫かもしれない。例えばですね、もみのさんなんかもみさんなのか、あ、で下の名前がのりこだったらもみのりこなのかもみのりこなのかが分からない。あ、どこで切るのみたいなね、ありますけれどもね。わかります、わかります。そのケイウンスクさんモデルとしてデビュー、その後アイドル歌手としてデビューなさったそうで、はい、なんかわかる気はするんですよ、うん、あのスレンダーボディと、うん、そしてすっきりとしたあのショートカットがとってもなんか凛として粋で大好きだったな、うん、あのスタイルもと思っております。で今日お届けするのは葉桜という曲なんですが、もうちょうど葉桜になって、はい、緑が目にちょっといいな、うん、なんていう季節になってまいりましたけども、ね、そんな葉桜
1997年発売です。岡美恵子さんの作詞、岡本明さんの作曲。この岡本明さんは広島県の呉のご出身でございます。で、有名な曲でいうと布施明さんのカルチェラタンの雪とか。ああ、ちょっとそれは僕もちょっと存じてないですね。難易度が超高い曲ばっかりを作ってられる方なんですけども、うん、歌詞の内容は桜の咲いた春で、花びらが綺麗な頃にはもう仲良くて美しい思い出がたくさんあったんだけども、でも葉桜になる頃には、うん、あの人はもう出て行ってしまう、うん、泣いてしまう私みたいな。短いですねいや、それが何年かわからないですよ。何年か経った何年かもう1週間ぐらいの話がされました今。めちゃめちゃ早いじゃない。びっくりしましたね、多分何年もあるんだと思うんですけど、はい、その歌詞の間にですね、どうすれば男の人の気持ちがわかるのという一節があるんです、うん、私自身は一生わからないと思います。これはですね、うん、もう未来永劫ですよ、過去から現在まで、はい、うん、そしてこれ先もですね、うん、多分分かり合ってる方たちはいないんじゃないですか。思いますね。だから歌がたくさんあるんだと思います、うんうん、そうですね。別れがないと演歌はないと言われておりますが、そんな葉桜ですが私は大好きです、はいはい、花びらからその葉っぱに変わる頃っていうのは生命力をすごく感じますし、うん、悲しい曲の時にはやっぱり葉桜っていう題名がよく出てくるんですけども、私は命の証として大切に見ていきたいと思っております、はいはい、ということで今週はこちらです。葉桜。今年も見事に咲いて散った桜の並木道、窓から眺めあなたへのこの手紙は長くなりそう。人を愛す年になってもあなたに頼って、おかしいくらい子供にも乗って泣きたくなってます。どうすれば男の人の気持ちがわかるの。好きになったら抑えきれずにわがままばかり覗きます。別れるかもしれない不安、あなたの愛を聞かせて、お母さん、あの人が今この部屋出て行くわ。桜が咲いてた頃にまだあの人は振り返り手を振って笑ってくれた。今は背中を見ています。なぜなぜ思い通りにいかないことばかり。好きになったら疑い深く素直な耳で聞けません。許せないのに別れられない、あなたの愛を教えて、お母さん、あの人はもう葉桜に隠れた。
ケイズスタイル。このコーナーは KJ ボーンが注目の CD を深く掘り下げるコーナーです。よろしくお願いします。お願いします。ウクライナの民族音楽民族楽器バンドゥーラ奏者で弾き語りのカテリーナさんの新しいアルバムを持ってきています。今回はですね、日本の曲、童謡唱歌に、絞って、ふるさとというタイトルのアルバムです。ですね、今日おかけするのはシャボン玉という童謡になりますね、唱歌がありますね、あのもう大正12年に発表ということですから、もう100年近く前の、曲でございます。もうあの歌詞とかね、曲メロディーは皆さんよくご存知だと思いますけども、この、 あの作詞の野口雨情さんの、お子さんが小さい時に亡くなって、そんなあのお子さんの思い出をこう儚く壊れて消えるシャボン玉に例えて歌った歌だという説もございますが、野口雨情さんがそうだとおっしゃった記録はないそうで、あくまでもまあ小説ということで、ただまあそんなちょっと儚いこともあの儚い、切なさも含んだ歌ということですね。はい、この今回はですね、ウクライナの民族音楽民族楽器バンドゥーラの伴奏でカテリーナさんの歌声でお聴きいただきたいと思います。アルバムふるさとよりシャボン玉。佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り囃子の時間がやってまいりました。さあ、いよいよ開催直前ということで、福山バラ祭り直前大特集をお送りいたしております。さあ、開催まであと9日と迫りました。第50回福山バラ祭り2017なんでございますけども、思い出すと1945年
福山大空襲で焼け野原になった町に潤いを取り戻そうということで、その約10年後に植えられた1000本のバラ、そこから福山のバラの歴史が始まるわけですね。そしてその約10年後1968年に第1回が開催された福山最大の春のお祭り、バラの花を楽しむ、そしてそのバラの花を愛おしむ心を楽しむという福山バラ祭り、今年はいよいよ半世紀50回目を迎えます。あるね、市外からお越しの方がこんなことをおっしゃってました。バラ祭りって花を飾るだけではなくて、本当に花を育てて咲かせて、その花に囲まれてるお祭りなんですね。びっくりしましたということをおっしゃっていただきました。たくさんの人たちのお世話で今まさにバラの花は咲き誇ろうとしております。春のバラが街中にあふれております。バラ公園ではね、280品種5500本のバラの花、そして緑町公園ローズヒルでは330品種5100本のバラの花、まさに咲き誇ろうとしております。さあ、会場はいろいろありますよ。バラとガーデニングのお祭り会場、なんといってもバラ公園ですね。バラ公園をちょっと上から見ることのできるバラの架け橋、そして今週土曜日からは毎晩ライトアップも実施されます。そしてバラと音楽が触れ合うフェスティバルグルメ&ミュージック、会場ですね、緑町公園バラグッズミュージアムでは、お土産に最適なバラグッズが勢ぞろいです。そして心触れ合う子育て応援広場、応援会場ということで中央公園、そして学びの館ローズコムの会場もにぎわう予定です。そして笑顔と出会えるお買い物エンジョイ広場、 JR 福山駅、そして中心部商店街、こちらがエリアになっておりますが、福山大道芸、もう今や西日本最大級とも言っていい、くらいの大道芸のフェスティバル、日本中からよりすぐりの大道芸人が福山に集まってまいります。楽しみにしていただきたいと思います。5月20日21日福山バラ祭り第50回記念大会なんですけども、さあご紹介する曲は5月20日土曜日バラ祭りの1日目ですね、緑町公園で午後4時から開催されるフリーコンサート、いわゆる無料ライブでございますね。恒例のローズコンサートのゲスト、今年は吉田山田のお二人です。吉田山田の5月24日発売予定のニューシングルレインを聴いていただきましょう。ずっと終わらぬ旅を君と続けて行こう、レイニーデイ雨が止むまで、どれだけ幸せを数えよう。一つで未来予報はまだしばらく雨が続くみたいだ。どこへたどり着くかわからない、何が待っているのかも知らない、でも固くつないだこの手がただ一つの答えだ。ぎゅっと距離が縮む、バラ祭り本当に近づいてまいりました。来週5月18日木曜日のミュージックビンゴの中のミニミニコーナー、佐藤せめの珍珠の森のお祭り林は、もうバラ祭り本
当に直前ということで、バラ祭り超直前大特集と参りたいと思います。ミュージックビンゴ、今夜もまだまだ続いております。このコーナーは君の部屋ライブ発信するアマチュアバンドライブのコーナーです。スタジオ生ライブですけど、今日はですね MC ブサイクさんに来ていただいておりますが、どうもこんばんは。はい、ということでイベントの告知ということですね。今日ははい、はい、ご紹介いただきましょう。はい、5月27日の土曜日ですね、ギター談義というイベントが、グランドソウルカフェガンズにおいて行われます、はい、うん、で、出演者の方なんですけども、ギターインストデュオの夜のギターズという2人組のですね、はい、東京から、うん、超手だれの、うん、ギタリストが2人組がやってまいります、はい、で結成は、2014年の10月と、まあ、短いんですけども、うん、もう東京で至る所でライブやってますね。でもう YouTube なんかにもいっぱい動画が上がってます、うん、でその2人組の、高杉圭さんという方と、うん、牛尾田和也さんという方の、僕は牛尾田さん、ウッシーさんって通称言うんですけど、うん、ウッシーさんと仲良くさせてもらってまして、うん、で彼が昔、今でもやってるんですけど、同時進行でやってるんですけど、ドライドボニートっていう女性ボーカルとのデュオ、はい、この、知ってますよ。あ、ご存知ですか、はい、ドライドボニートと僕はブサイクブラザーズバンドで対バンを、はい、その昔尾道でやってました、うん、で以来仲良くさせてもらってるんですけども、それから沖縄民謡の堀内かな子さんと一緒に、やられてたり、してるんですけど、その牛尾田さんはですね、森平楽器って、はい、モーリスですね、ギター、はい、モーリス主催のフィンガーピッキングコンテストの全国決勝大会に11回連続出場してるという最多の記録を持ってる人もいる。決勝大会に11回出てる。11回出てるっていう。これピッキングっていうのはだから3フィンガーであったりとか。そうですね。アルペジオであったりとか。そうですね。いわゆる線引きですね。僕が好きなストロークでジャーンってやるのじゃない、真逆で真逆のギターです。はい。で、ここだけの話なんですけど、11回最多記録っていうのはすごいことなんですが、うん、1回も優勝してないんですよ。はい。でまあ、そんな、そういう方なんですが、テレビ CM でいうと、ダスキンとか、はい、逮捕制約とかの CM ソングなんかも、うん、ギターも、はい、はい、それではまずここでですね、対バンに なります MC ブサイクで2曲聴いていただきたいと思います、はい、先日行われましたですね、加山本清志郎ナイト、こちらの音源で、取って出しでいきたいと思います。スイートソウルミュージック、そして君だけにわかる言葉、2曲続けてどうぞ。
そんな牛尾田さんがそのモーリス主催の、フィンガーピッキングコンテスト、はい、11回出場、はい、これプロの方なんですよね実。そうですね、牛尾田さんだけど出ている、ね、プロアーマーオープンです、ね、ああなるほど、はい、で優勝した方も次の大会出ても構わないっていうことらしいですから、うん、だからあの漫才でいう M1 だと思えばいいんだ。ああそこに押尾幸太郎とかも出るんですか。その気になったら出るんじゃない。出ていただきたいですよね。でもなんか大丈夫ですかね。はい、ひょっとしてひょっとしたことが起こるといやそれは面白いと思いますよ、営業に。いやでもやっぱりね、あの最近はね、あの勝った負けたの時代じゃなくてどれだけナイスファイトをしたかっていう時代なんで、もちろんもちろんそういうことですよね。そこをやっぱりちょっとピックアップで、いろいろだから逆に押尾幸太郎さんが出ていただいたりとか、はい、牛尾田さんが出ているところにチャレンジを皆さんど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 んしていただいた方が、うん、あのギターのね、はい、向上にもなりますし、もう全くその通りだと思いますね。はい、はい、そしてもう一方はですね、高杉圭さん、はい、で彼は僕はまだ面識ないんですが、うん、資料を読みますとですね、17歳で渡米、バークリー音楽大学卒業、その後ブラジルに渡って活動という、うん、多彩な、方と一緒に、ミュージシャンのレコーディングやライブサポートを随分されているという話を聞いてまして、もう全く先ほど言いました、もう超手だれの2人が、がっつり組んだという感じでですね、音源も聞かせていただきましたけども、もうずっと聴いていられるような、うん、はい、ちょっと上等な仕立てのいいスーツを作ったみたいな、まあ、ずっと着れるようなそんな音楽ですね。そうですね、はい、はい、そして今回ですね MC ブサイクさんとまたあの OA で対バンするのが、いつも対決している牧原祐介君。祐介ですよ、まあ、最近までですねあのライブ活動の方が非常に活発になってきておりますけどもね、はいはいはい、そんな MC ブサイクと、牧原祐介対決見られるんじゃないかと思いますけれどもね、はい、それでは牧原祐介で2曲続けていきましょう。一番星、そして太陽の下で。
下で踏まないことで足踏みをする照らす元気が眩しくて僕はグラグラ慌てない力が夜のギターズになるわけですけど、まあ、あのサウンド聞いていただくと皆さん分かるように、あの夜聞くと非常に落ち着く、そうですね、朝聞いても爽快感がある、うん、非常にあの爽やかな感じですけどね、うん、交通渋滞で混み合ってる車の中で聞くと落ち着けると思います ね、うん、ですね、イライラしない感じ、絶対しませんね、はい、またこれあの80年代90年代のいいフュージョンの匂いもしつつ、はい、まあ、この日あのグランドソウルカフェガンズでどんな感じで展開されるのかっていうのは非常にちょっと楽しみなんですけれどもね、そうですね、なんでもあのセッションもしていただけるということなので、これ MC ブサイクさんなんか1曲夜のギターズさんと3人でなんかセッションされたらどうですか、はい、やらせていただきましょう、何をします、牧原雄介先生と、はい、打ち合わせなしで決めちゃっていいですか、いや、もう1曲ずつぐらいやっちゃっていいんじゃないですか、あ、なるほどなるほど、わかりました、じゃあ僕は、ブサイクブラザーズバンドのカバーで800曲、はい、じゃあ、はいはい、あ、じゃあ事前に音源渡しといてあげないと、もう手だれなんで大丈夫ですよ、リハの時に聞かせたらあ、オッケーオッケーっつって、ほんまですか、ほんとほんと、これ絶対すごい、時々気分を害されるから時々ね急にそこまでのこうフレンドリーな雰囲気がですね、ね、一気に変わる時ありますからね、高杉さんはともかく、はい、ウッシーさん、牛尾田さんはですね、はい、情報を流しますと、はい、これもう40代後半から上の人ならみんな知ってますよ、はい、オールナイト富士っていう番組、 はい、あと夕焼けにゃんに、はい、当時ですね、うん、トンネルズの射程軍団でモッコリーズのリーダーだった人が、はい、ボッキー牛尾田っていう方がいるんですよ、はい、彼ですじゃあアドリブ聞きますから大丈夫ですそういう、あ、なるほどね、ギターもうまかったんだけど、うまいです、うまいです、テレビにも出てたっていうね、モッコリーズっていう射程軍団が、はい、入場するときに先頭でギター弾いてた男が彼です、あ、なるほど、はい、ろくでもない、もうこの時間ご飯を食べられてるご家庭多いんじゃないかと思いますけど、ね、申し訳ない情報でした、はいはい、夜も12時も過ぎて言うようなコメントでしたけども、ね、はい、そんな感じでですね、その夜のギターズ皆さん、聞いていただきたいと思います、はい、2曲連続で、ジョギングは楽しいか、そしてもう1曲が、これはもうディズニーのもう名曲ですね、ジャズのスタンダードにもなっておりますけれども、いつか王子様が2曲続けてどうぞ。
上、スタジオ生ライブのコーナーでした。グランドソウルカフェガンズ、木村敦貴ライブ。胸が痛い。天使のダミ声、有価団木村敦貴ライブ。6月14日水曜日8時スタート。チケット、菅波楽器プレイガイド、084-923-6150。グランドソウルカフェガンズ。胸が痛い。ライブインフォメーション and ファックス読む読むラッイエッ。6月14日グランドソウルカフェガンズにやってくる天使のダミ声、有価団木村敦貴で君といつまでも。切るこの窓辺に明日も狭ましい幸せが来るだろう君の痛みは星と輝き恋せばこの胸は炎と燃えている。ライブインフォメーションのコーナーやってまいりましたけれど、まずはじゃあ純ちゃん行きましょうか。はい、5月の14日の日曜日ですね。こちらは山口に行かせていただきます。はい、1曲か2曲ぐらい歌うのかなという感じで、カラオケ発表会のゲストです。あとは15日の月曜日、温泉に行きます、みんなで。はい、なんと山さんご参加です。この間山さん来られまして、はい、まあ、これラジオお聞きの方全くわからないと思いますけれども、あの時々オープンマイクであったりとか、ジャズセッションなんかにあの来る山ちゃんなんですけどね、はい、山ちゃん来ました。あの行ってもいいかって言うから、いやどんどん行ってあげてよっていうね、はい、話をしました。はい、電話がかかりまして、はい、行くよ私、ということで、選曲は任せるということですので、私に任せていただきまして、はい、山さんと共に山高温泉に行きたいと思います。山に幸と書いて、はい、山高温泉、岡山にある、はい、行きたいと思いますということで、楽しんできます。以上です、はい、ぜひとも行っていただきたいと思いますけどね。はい、はい、そして MC ブサイクさん、はい、私はですね、明日になるんですね、5月12日の金曜日、それから26日の金曜日、ご存知キングオブプラネッツの公開リハーサル、公開練習ですね、このライブといいますか、まあ、あのもうお客様に見てもらいながら練習する時間、これが、金曜日の夜10時から始まっております。よろしくお願いします。これ無料です。いつも毎回申し上げてます、そうですね、はい、それから、先ほど申しました、夜のギターズとの対バンですね、まあ、牧原雄介君と僕と、それから夜のギターズ、まあ、幕の内弁当みたいないろんな味が楽しめるイベントになると思います。これが27日の土曜日にギター談義という名前でイベントでやっていきますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そしてグランドソウルカフェガンズにおきましてはですね、6月の14日、まあ、ヘビーローテーションでもお届けしておりますけれども、天使のダミ声、有価団ボーカリストの木村敦貴さん、昨年に続きましてですね、またお越しいただけるという形になっております、はい、うん、私も非常に楽しみになっておりますけれども、あのあんまり、まあ、大阪でやるときは非常にあのヤジが飛ぶんですよ、うん、飛びますね、はい、であの勘違いしすぎて、あの福山のお客様でヤジった方がいいと思って、ヤジりすぎる場合があります。この辺は空気を読んでちょっとほどほどに、で逆にお前酒飲みすぎだろと言われるのを木村さんもちょっと待ってるんですよ。ああ、なるほどね。はいはい、あの、そこで、それを掛け声が入らないと、曲が変わりますから、木村さん。セットリストが、その、あの方ですね。
ちょっとちょっとこう異次元な感じするじゃないですか、うん、MC なんか、はいはい、頭暗算がめちゃくちゃ早いんですよ。もう全然印象になくて、木村さん打ち上げてですね、去年来られて、木村さんめちゃくちゃ頭いいじゃないですかって、それどういう意味やねんって言われましたけども、暗算がめちゃくちゃ早い。だからその場その場に応じて選曲をして自分でギター弾いてるんですよ。だその間にはコードも変えながら、はいはい、あちょっとこの雰囲気だったらこれっていう、だから本来歌ってほしい曲じゃない方向にお客様の雰囲気で行く場合があります。つまりは酔ってないってことですね。えだいぶ酔われてる。そこはそうなんですよ。はい、そして6月の3日はですね、ブルースセッションになってます。まあ初心者の方来ていただいたりとか、聞くだけでも全然構いません。そして6月の4日はですね、4時スタートになりますけども、広島からフュージョンバンドアペックス、うん、私久しぶりにですね、アペックスの方々とお会いできるんですけど、まあメンバーチェンジもありながらというかと、可愛い楽器 のキーボード教室の先生、はい、森口先生という男性 の、はい、もう有名なキーボーディストなんですけれども、私も以前はですね、可愛い音楽教室でもドラムの教鞭を取っておりまして、広島までレッスンに行っておりました。その時はまだ20代でした。21、2歳でした。もうひよっこですよ。で広島でレッスン行くってね、新幹線乗るじゃないですか、寝過ごしますね。昔は今みたいに光がない時代なんで、15分か20分で着くようなことはない時代ですから、まあ30分ぐらい余裕でかかってて、余裕で寝ますよね、5分前ぐらいにね。気づいたら岩国とかっていうのはザラでしたけど、お金がないのにまたお金を払って、あんまりラジオで言わない方がいいですね、はい、まあいろんなことがありますはい、ということになっておりますけれどもね、はい、そして6月14日木村敦キャンの、ライブということになっておりますけれども、まあ、いろいろとグランドソウルカフェガンズ、大きいアーティストの方、来られたりとかしておりますけれども、まあ、ちょっと先々になりますけれども、9月の2日はですね、ザ・ショッキング、わあ見たい、また来ていただけます。新しいアルバムを引っ提げてと、そしてですね、9月の末でしたか、30日ですね、はい、9月30日の土曜日はですね、はい、これはちょっと MC 武作さんに言っていただいて、はい、また、おいおいたっぷり時間をいただく番組の中でもらうこともあるかと思いますけど、今日ほんのちょっぴりお話しておくと、和訳ソウルを得意な、我々キングオブプラネッツ、まあ、僕ですね、の、師匠的存在、お手本になる存在の、ザ・フォーティナイナーズ、ザ・ソウル・フォーティナイナーズっていう言い方もしてますけど、はい、彼らが、東京からもう恒例なんですけど、年に2度ぐらいしかもライブできないぐらい恒例なメンバーの方ばっかりなんですけど、彼らが満を持して福山にやってきてくれます。これはもう僕とのコネクションで、キングオブプラネッツが、フォーティナイナーズ のカバーもしてるんです、はい、だから福山でやらなきゃいけないみたいな言い方をしてくれてました。でもちっちゃい、人間関係というか、もうドラマがいっぱいあるんですけど、その中の一つをお話しすると、今のフォーティナイナーズのドラムの方が、なんとガンさんと大の仲良しという、はい、そうなんです、師匠筋が一緒の同門で、同じ組織でドラムの教鞭を取っておりました。久保ちゃんです、だからもうなんて言いますか、世界は広いが世間は狭いって本当やなって思います、まあ、そうですね、おっしゃる通り、という夢の対バンが実現しますので、はい、もうソウルミュージック好きな人はもうどうぞ、もう絶対お腹いっぱいにさせます、はいはい、ということで、まあ、今間の清志郎さんも愛しこうね、そうです、愛してやまなかった CD が、今間の清志郎さんの本にちゃんと出てるんですね、それからその CD は今野清志郎さんと山下達郎さんがお金を払って買ったという事実もあります、はい、という伝説のバンドが福山に来ますので、今から皆さん準備していただいて、はい、もうお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後皆さんご一緒に、せーの、バイバイ。